1922年の市販楽譜、キャロライナインザ・モーニングの表紙に描かれたスタンリー。アイリーン・スタンリーは、アメリカ合衆国のポピュラー音楽の歌手。アイリーン・スタンリーは、本名を、モード・エルシー・アイリーン・マガリッジと言い,い、イリノイ州シカゴに生まれ、子供の頃から、夫に先立たれ、未亡人となっていた母親に勧められて、兄・スタンリーと一緒に、スタンリーアイリーンとして、 ボードビルで歌ったり、踊ったりしていた。兄がボードビルに出演するのを止めた後も、アイリーンはソロでの活動を続け、それまでの兄と一緒の名義の前後を入れ替えて新たな芸名とした。スタンリーはボードビルやキャバレーに出演した。1920年代には、ニューヨーク市において、レビュー賞、シルクスサテンズで注目され、 この年に制作することになった数多くのレコードの最初の1枚を録音することになった。1920年代に彼女が吹き込んだレコードの大部分はビクター・トーキング・マシンのものであったが、エジソンレコード、パテレコード、オーケーレコード、ブランズウィックレコード、ボカリオンレコード、ジェネットレコードなど、ニューヨーク市一帯に録音スタジオを構えていた他のレコードレベルにも録音が残された。 当時、彼女のレコードは、ほとんどが好調な売れ行きを見せた。スタンリーは、アフリカ系アメリカ人のアーティストたちを取り上げると思われていた、ブラックスワンレコードにも、メイビー・ジョーンズ、ジョージア・ゴーラムといった変名で吹き込みをしていた。彼女のブルース曲の扱い方は、当時の北部の黒人ボードビル歌手たちによく似たものであった。彼女の出演を告げるビラなどには、ザ・ホノグラフがあるとか、 パーソナリティのある少女といった歌い文句が用いられていた。後年、スタンリーは、アイル、ゲットバイは自分のために書かれた曲だと言っていたとされる。スタンリーは1925年にビクターで吹き込んだ曲の一つ、ウェンマイシュガーウォークスダウンザストリートで、新人だったジーン・オースティンと一緒に歌い、オースティンの華々しい経歴の始まりを手助けした。 スタンリーは、ジェイ・ラッセル・ロビンソンと、コンコン・ラットが1920年に書いたジャズのスタンダード曲、シンギン・ザ・ブルーズを吹き込み、レコード番号をビクター18,703としてリリースした。また、ポール・ホワイトマンとフレッド・ローズが作曲した、フレーミン・メイミーを、ビリー・リューク・カーペンターによるウクレレと、ジャズ効果の伴奏で、1925年10月5日に録音し、 ビクター 19828A としてリリースした。1920年代後半、ビクターはスタンリーとビリー・マレーにデュエットを組ませ、一連のヒット作を制作した。スタンリーは証券市場に多額の投資をしており、一生の蓄えを1929年の株式大暴落によって失った一人であったとされている。1931年頃、 スタンリーは、ロンドンへ移り住み、1934年から1937年に、後に内緒話として打ち明けたところによると、1931年に、ファーネス死者夫人、テルマ・ファーネスの邸宅で、ウォリス・シンプソンを、ウィンザー公爵、エドワード王子を紹介して、知らぬ間に、自らの思いを終わらせることになってしまった、という。さらに後年の彼女は、 歌唱法を指導する教師、指導者として働いた。スタンリーはカリフォルニア州ロサンゼルスで没した。ありがとうございます。